皆さん、こんにちは。週末菜園、田中です。今日は種まきに便利なアイテムを買ったので、人参の種まきで使ってみようと思います。まずはいつも通り、太陽熱消毒をしている透明マルチを剥がしていきます。右側にある黒寒冷舎がかかっている畝は、2週間ぐらい早く人参の種をまいたんですけど、今年はやっぱり梅雨時期に雨や曇りが多かったので、太陽熱消毒の効き目が悪かったですね。で、ちょっと草も生えちゃってる感じになってるので、少し草取りは必要かなって思います。まあでも寒冷地の冬は早いので、ちょっともうここの畝も人参を撒いていかないと、ちゃんとした人参にならないので、まあ、あまり効きは良くないんですけど、もう、人参の種を撒いていこうと思います。で、今回買ったのは、ミノル産業さんの簡単種撒きというアイテムです。種をケースに入れて、下の突起を回転させることで、歯車の切り込みに入った種が、回転して下に落ちるっていう仕組みになっています。で、等間隔で、突起物を回せば等間隔に種が撒ける仕組みになっていて、まあ直撒き必須の人参の種撒きにはすごい便利なアイテムだなって思って買ってみました。あとは今回人参いろんな種類を買ってみました。最初にこの白い人参のスノースティックっていう品種の人参を撒いていきます。でケースの上の方に種を入れるとこんな感じになります。で、ケースのここの部分に蓋をして、この種を、機械の下の方に落としていきます。そうするとこのように歯車に種がセットされる感じで落ちます。で、この付属のゲージに沿ってスライドさせると、さっきの切り込みに入っていた種がそのゲージ間隔で種が下に落ちるっていう仕組みですね。で、よく見てもらうと、まあ、等間隔に白い種が落ちていることが確認できると思います。これでだいぶ種をまくの楽になりましたね。やっぱ小さい種を等間隔でひたすらまいていくっていうのは軽く地獄なので、まあ、これでゲージセットしてコロコロコロって移動させれば等間隔で種がまけるので、うん、とてもいい機械じゃないでしょうか。次は、バイオレットハーモニーっていう紫人参の品種の種を撒いていきます。で、この種もコーティング種子なんですけど、コーティングの種類が小さいコーティングがされていて、ちょっと歯車の切り込みのサイズが、この中サイズの歯車では合わないので、小さいサイズの切り込みがある歯車をセットしていこうと思います。歯車の交換は簡単で、字が書いてある表っていう方を上にしてセットするだけです。で、小さいサイズの歯車でやってみたんですけど、やっぱコーティングがちょっと小さいので、だいたい2粒とか落ちてしまうことがありました。なので落とす間隔を少し広めの 7.5 センチぐらいのゲージで巻いて、極力間引き作業をしなくてもいい感覚でにしてみました。間引く作業っていうのは、種を巻く作業の10倍以上の手間と時間と労力がかかるらしいので、間引く作業をしないためにできることは、まあ多めに落ちるんだったらその分間隔を広げてあげましょうっていうことで問題ないと思います。他に撒く人参は、紫人参に似ているんですけど、中まで濃い色が入っている黒人参という品種です。と、他には、金美プラスっていう、黄色い色の品種の人参になります。この種は去年撒いた余りの種ですね。で、最後に、これも去年の余り物の種なんですけど、
アロマのような香りが特徴のアロマレッドっていう品種の人参をそれぞれ1列ずつ巻いていこうと思います。で、金美プラスとアロマレッドは去年間違えてコーティングされてない普通の、種本来っていうのはあれですけど、まあ要するに木種と言われているそのままの種の状態のものを買ってしまって巻くのに大変苦労しました。で、試しに簡単種巻き機に入れて巻いてみたら意外と簡単にポイントポイントで正しい感覚で巻くことができたんで、まあこれ木種でも使えるのかなって思いました。まあコーティングだったら一粒一粒巻けると思うんですけど、まあ、木種でも2、3粒その間隔ごとに落ちるだけなので、まあ間引く手間はちょっと、まあそれはしょうがないんですけど、ポイントポイントで落としてくれるので、あとは間隔は気にせず、そこに生えてきたものを一本にする間引きを行うだけで済むので、まあ木種でも案外いけるなって思いました。あとは種まきが終わったら水をあげてから黒寒冷紗や遮光ネットをかけて完成です。夏の強い日差しだと発芽してもすぐに枯れてしまったりってことがあるので、ある程度の大きさに育つまでは遮光率 50% ぐらいの黒寒冷紗や遮光ネットをかけて人参の苗を保護してあげてください。遮光さえしてあれば水揚げの頻度っていうのも少なく済むので、僕的にはおすすめです。暑い時期ですが、適度に休憩しながら、冬に人参のある家庭菜園を目指して頑張っていきましょう。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。あと最後に余談というかちょっとした実験なんですけど、今これ金美プラスの花を咲かせてみて、今その花が種になったので、その種を植えてみて金美プラスみたいな黄色い人参ができるかちょっと実験しようと思っています。余談でした。